せっかくのご指名でどんなバイトかと思ったら。よく来てくださったわね。ちょっと顔を取り戻すのにスパーリングの相手が欲しかったの。美容体操なら他にもいろいろあるんじゃないの。まったくね。驚いたわね。私のストレートを浴びて一発で倒れないなんて。たかが学生ボクシングと侮っていたけど、この男意外に強いのかしら。少しもなまってませんね。 IOC の会長が次のロンドンオリンピックから奥様のために女子ボクシングを正式種目になさったという噂を耳にしましたが。殺人パンチを持つ私がまさかアマチュアの競技に出るわけにはいかないでしょう。それに計画通りにきら星十字団が旅立ちの日を迎えたら、オリンピックどころ